チャラリンコクッキング。はい、チャラリンコ。はい、今回はね、カニ豆腐ですね。絹豆腐とこれからこのねカニ缶を使います。で、生姜と長ネギ、材料これだけです。ね、ちょっと梅雨入りしてね、たまにちょっとね肌寒い時とかありますんで、ちょっとここでね、優しい温かいレシピを紹介していきたいと思います。簡単でめちゃくちゃ美味しいです。ね、おかずにぜひね作ってみてください。ね、中華のカニ豆腐とはまたちょっとね違った和風だしを使った、カニ豆腐です。優しいです。なのに旨味とコクはしっかりあって、カニの味もしっかり生かす。ね、これ美味しいですよ。やってみてほしいと思います。豆腐1丁ってね、豆腐1丁使いますね。豆腐1丁。で、茹でてもいいんだけど、今回も簡単にね、電子レンジ使います。1丁で 300g を、はい、こんな感じでね、切っていただきます。そしたら、耐熱皿に入れて、はい。で、600ワットで約1分半。で、500ワットで約2分ですね。レンチンします。で、その間にね、生姜とネギを刻んでいきます。生姜1かけら。これね、みじん切りで。でネギはね、ちょっと白いところ10センチぐらい、これも、適当にみじん切りで、よっこいしょいち、でちょっと飾りで青いところのネギ使いたいんですよ。でちょっとね最後に飾りでこの青いところのネギ、これを細切り、まあ水菜とかね何でもいいですけどね、万ネギでも、こう青いところをこう繊維に沿って細く切ると見栄えがすごく良くなります。水でね、シャキッとさせる。はい、水にさらしとく。これでシャキッとします。でまずこのね、安丸だし。ね、安丸だし。万能調味料。ね、だしパック。これ1本を、この中入れます。で、一番簡単な取り方。ここにね、熱湯を入れます。はい、熱湯ね、これ 250ml ですね。はい。で、それでちょっとね、1分ぐらい。ね、ちょっと1分ぐらいこませてやって、1分ぐらい置いとけばもうね、炒め物に使う出汁ではもう十分です。ね、これすごい便利ですよ。だから、こういう使い方もあります。ね、もともと出汁のね、出る素材、こういうカニ缶とか使うときは、あまり出汁の味をつけたくないんですよ。だけど、あのね、出汁がやっぱ効かないと美味しくないんで、ちょっと薄めの出汁をつけてやるって感じですね。これを1分ぐらいこう入れてやると、これはもう色がこうサッと出てくるでしょ。はい。これだけ、出汁をね、用意しとくと。この安丸出汁、ほんと便利。安丸出汁ね、概要欄の方にリンク貼っときますので、そちらを見てください。新規購入で50円引きです。チャラリンコ見たよで50円引きになります。はい。ぜひ使ってください。豆腐の方、これね、2分、ラップして、レンジで2分チンして、こんな感じでね、いい感じに水分が抜けました。で、これを切ってやって、水気を切っておきます。はい、そしたらね、調理に入っていきます。このね、カニ缶が1缶、これ 55g ですね。これもう今回これ全部使います。はい、これぐらいの量しか入ってないです。で、ここにね、ちょっと酒。もう缶詰の中に直接、酒をね、もう大さじ1杯ぐらい入れちゃっておいてください。これでね、カニ臭みが若干消えます。缶詰のね、缶臭みっていうのかな。それがね、若干消えます。で、風味よく仕上がります。はい。ではね、フライパンを温めて、ネギ油使います。ちゃんと油、ネギ油ですね。このね、ネギ油、ラーメン作りの時紹介してるんですけど、
まあ、もしないときはね、ネギ油がないときは普通にねサラダ油とか中根油で大丈夫です。ちょっと火弱めて大さじ1杯ぐらいしたら、これネギと生姜を入れて炒めます。弱火で火止めたっけ、香りが出るまで炒めていきます。ネギと生姜の、香りをねここで出してやると、香りが出てきたら、安丸だしね、だしを 250ml 入れます。このだしがねめちゃくちゃうまいですよ。はい、したら次に、さっきねレンチンしといた豆腐、これも全部入れます。で、あとはね、だしを豆腐に吸わせていくって感じですね。中火ぐらいで。で、あんまりかき混ぜすぎちゃうと、ね、これ絹ごし、ね、どん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 形が崩れていっちゃいますから、ね、あまりかき混ぜず、中火でぐつ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 煮ていくって感じです。で、こう吸わせていってください。じゃあこんな感じでね、3分ほど煮てったら、ついにこのカニ缶の登場ですね。カニ缶はこれ全量入れちゃってください。はい、そしたら再びね、ポコポコポコっていう火加減で、まあ弱めの中火から弱火ぐらい、弱めの中火ぐらいですね、弱めの中火で約2分ね、これを煮てください。このカニとこのね、だし、これがもうめちゃくちゃ美味しいんですよ。で、そのうまい出汁が、ね、豆腐に染み込むのを想像してください。やばいですよ、これは寒い時にぴったり。見た目はちょっとね涼しげな色ですけどね、これがうまいんですよ。これぐらいの火加減で煮てったら、ちょっと火を弱めます。火ちょっと一旦消して、水溶き片栗粉を入れます。水溶き片栗粉適量、まあ、少しずつね入れて様子見てってください。この分量はね、水を、片栗粉大さじ1で、水がね大さじ2杯入れてあります。でもそれだとちょっとね多いと思うんですよ。うちょい全部使っていいな、これぐらいのとろみかなっていう。あ、いいね、いいね、いいね。これぐらいのとろみ、もうちょい。まあ、水、片栗粉大さじ1で水大さじ2杯でちょうどいいぐらいですね。はい、したらちょっと火強くして、片栗粉、とろみに火を入れていきます。で、麻婆豆腐の時にも説明したんですけど、ね、あんかけの基本は、しっかり片栗粉に火を入れることです。これが美味しさの秘密、秘訣になります。はい、でも火強くしちゃっていいですよ。はい、ああいいとろみがついた。で、そしたら最後にごま油ですね。ごま油を適量、小さじ2杯ぐらいね、もうフライパンの縁に入れてちょっと焼いてください。香りとツヤを閉じ込める、香り、旨味、ツヤを閉じ込める。はい、もうこれだけです。さっぱりしててすっごい美味しいね、カニ豆腐完成です。じゃあ盛り付けていきましょう。はい、よっこい、しょういち。よっこい、よっこい、よっこい、しょういち。ああ、うまそう。ちょっとね、固めのとろみですけどね。これぐらいでいいんですよ。豆腐から水分出るから。時間経つと豆腐から水分出るんで、これぐらいがベストにね。さらしておいた青ネギですね。これを上に、天盛りにしますか。天盛りで。はーい、もうこれ。これでもうめちゃくちゃうまいです。で、ちょっとね、ネギ油がさえあるんで、最後にちょっとジャンツネギを上からかけてやる。ね、風味がさらに良くなる。で、なければね、かけなくていいです。はい、ってこんな感じでね、もう超簡単でめちゃくちゃ美味しい、和風の、カニ豆腐、完成です。うわ、めちゃめちゃ美味しそう。
い、それでは早速いただいてみましょう。カニ豆腐。こんな感じです。はい、チャラリンコってことでね、早速この、カニ豆腐いただいてみたいと思います。いきます。うん、あーうまい。めちゃんこウルトラスーパーおいしい。いやーやばい、これうまいな。本気で想像以上にうまいです。香味がすごくいい。うん、うまっ。あったまる生姜とネギの香味でね、あったまって、で、カニのね、うまみを生かしてるんですよ、安丸だしが。安丸だしは普通に昆布とカツオで取るだしよりもうまみとコクが強く取れるんです。なので、さっとね、考えた通りさっともうお湯でくぐらせて簡単に軽く出汁を取ることで、こういうカニ缶とか味の濃い素材とうまく素材を生かしたうまい味付けで素材を生かしてくれますね。うん、で塩とか味の素とか砂糖とかそういう余計な調味料一切入れずに、もう安丸出汁だけでもう味付けしてるんですよ。それとカニ缶、これがねめちゃくちゃうまいです。優しいな、日本酒にも合うね、これ。うん、優しい、優しいんだけど、しっかりとした旨味とコクと、豆腐をこうレンジでチンしてこうね味を吸わせてるんで、つるんと味、だしの風味とかね、だしの味がしっかり豆腐に染み込んでて、とろけるんですよ、口の中で滑らかに。これがね本当に美味しいです。でこのねカニあんかけがねまたたまらないですね。もう最高ですよ、これは。やっちまったなって感じですね。うん、まあ、本来中華のカニ豆腐だと鶏ガラとかね中華スープでこれ作りますけど、それよりね美味しいです、和風のね安丸だし。これはもうほんとね革命ですよ。カニ豆腐は安丸だしが最高にうまい。うん、優しいんだけどしっかり、優しいんだけどうまみがものすごいある。でカニのうまみ、カニの風味を殺さずに生かしてくれるね、素材の味を生かす安丸だしです。これは本当にうまいっす、最高です。もうこれぜひねやってみてくださいね。カニ缶と豆腐があったら簡単にできますので、ぜひねこれで作ってみてください。最高です。はい、ということでね、今回紹介したこのカニ豆腐、安丸だしのカニ豆腐です。美味しそう、やってみよう、もう本当に高級料理の一皿ですよね。これが美味しそう、やってみよう思っていただけたら、もうぜひねチャンネル登録、いいねボタン、ポチリンコもお願いします。はい、それではチャラリンコじゃんけん、はい、チャラリンコじゃんけん、さあいくよ、チャラリンコじゃんけん、チャラリンコ、はい、グー。もうね間違いなくチョベリグです、チョベリグね。このね和風のね、安丸だしを使ったカニ豆腐、カニ豆腐あんかけ、これはもうぜひね作ってみてください。もう自信を持って、ね、おすすめします。それではまた見てね。これめちゃくちゃうまいよ、やばやば。